長谷川浩一です。今回は、まあ、いつもの、平面の作品プラス少し立体的なものを、かなり苦労しましたけれども、まあ、どんな効果になるのか心配ではあるんですけれども、一つの試みとして、挑戦してみました。まあ、あとは、人体ですね、今まで機械、化学プラントを中心にやってきましたけれども、まあ、それプラス、まあ、ここにも、人体の一部とか、まあ、古代の生物なんかは以前から入れてますけれども、まあ、そういったものをより意識してですね、まあ、その辺のまあ、同じ地球が育んだ、生命ということで、うまくこうコラボレーションできたらいいかなと思って、作品の方を制作しました。よろしくお願いします。